ポンタです。ジョーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もニューヨークからお届けいたします。今日は何を、産経新聞社説主張、ちょっと前の話でしょ。宮家への誹謗、政府はお守りする対策をっていうので産経新聞の社説が出たんですけど、はい、この新聞社たるものが社説っていうんだから相当こう適当には書いてないと思うんですけど、これを新聞社総出でそういうふうに思ってるってことでしょ。誰かっていうよりも新聞社を社説っていうんだから新聞社を代表してこういう意見を言ってるわけで、こういう社説が出てる裏にはつい最近のあの紀子様の誕生日会見、11日の誕生日を前に、はい、宮内庁記者会の質問に対しネット上でのバッシングを悩む人々を案じた上で、私たち家族がこうした状況に直面した時には心穏やかに過ごすことが難しく思い悩むことがありますと文書で思いを明かされたって、これが前提としてあると思うんですね。でその後に西村康彦長官は11日の定例会見で心を痛めていると話したって。で、まあこれはここまでなんですけど、産経新聞の社説はだからそれを一歩、まあ、前進させてですね、バッシングだから皇室の方々を守るための対策を内閣や宮内庁は早急に講じるべきだと言って、だから早急に講じるべきっていうのは何を意味してるのか分かんないけど、まあ意見を言うなり、あれじゃないですか、圧力ですかね。赤門さんの署名が一回滞ったじゃないですか、うん、はい、ああいう圧力をかけろってことじゃないですか。まあ、圧力でしょうね。圧力とは絶対言わないでしょうから、圧力かけなさないとは言わないけど、まあ一番強い力は圧力でしょうね。ここに書いてあるのも、報道に加え SNS やインターネット動画の影響力が拡大している時代だっていう、ね、偽情報が一人歩きしないよう一層積極的に反論するなど対策の強化が求められるっていうあの締めの言葉なんですけど、これを見てるとね、まあ私らもその一つですよね。インターネット動画の影響力って言ってるんだから。でまあ赤門さんはもちろん、赤門ネットワークさんのこの前の署名お願いしますっていうのもそうですけど、まあ一つ間違えるとこういうふうにして圧力がかかってきて潰されまっちゃいますよね。言論統制ですよね。言論統制もいいところ、うん、で言論統制でもね、いや誹謗中傷を許すわけにはいかないとか書いてあるんですよ。根拠が定かでない誹謗中傷を許すわけね、根拠が定かでない誹謗中傷じゃないですよと反論したくなりますよね、うん、でバッシングって言ってる。で事実無根とかで言われてませんでした。そう、特に永遠の宮家に関する事実無根の内容が目立つって、事実無根じゃないんですけどってそれぞれね反論したくて一つ一つにちゅって言いたいんだけど、ここではもう一まとめに永遠の宮家に関する事実無根の内容っていうふうに、まあ言ってるわけですよ。でそれの発端は反対意見を言ってほしいですよね。そう、これは違いますよっていうふうに、これ違いますよというふうにこっちは意見を出してるわけだから。そうですね、うん、それ反論してほしいんだけどそれしないじゃないですか。例えばこの偽情報、誤情報、間違った情報っていうので、最近では H 様のご進学先をめぐる偽情報も多いで、まあ、こういうふうに書いてあると、偽情報って言うんだったら、じゃあ本当の情報は何なんですかって、あなたたちはそれを知ってるんですねと。で、それは何なんですかっていうことを、はっきり分かってるんだったら別ですよ。例えば、私たちが言う東大に行こうとしてるっていうことについては、それは偽情報だって言うんだったら、確たるもので、いや、ちゃんと筑波大学に行こうとしてますとか、それがはっきりされてるんだったらいいですけど、そういうものは出てこないですよね。つまり、偽かどうかは全く今のところ分からない。うん、でそれを偽情報と言い切ってるこの新聞社ってのはどうなのかと思いますけど、うん、だから癒着してるんですよ。あ、産経はね、一部の人のなんかその私も YouTube なり見た時にまあ思いましたけど、富士産経グループとして江上さんっていうのは
必ずね、後ろのスポンサーじゃないけど、そういう風にして関係がかなり親密だっていうのは伝わってますよね。で、富士サンケイグループってもともと政府とズブズブでしょ。そうですね、かなり、はい、あの右寄りの新聞だから昔からね、ちょっとあのそういう意味ではちょっと信頼に足りる新聞とちょっと言い難い。だからそんな新聞にどうこういうこともないんですけど、やっぱりこうやってそれがあの表面に出てくるぐらい、つまり社説っていう言い切ることは社説なんですからね。誰かのだからね、私思ったんですけど、どうして産経が A 組屋を、うん、守るかというと、うん、政府が、うん、A 組屋が天皇だと都合がいいからなんですよ。なるほど。その根拠わかりますか？はい。これは、うん、今の自民党政権見てると、うん、まあ、自民党の人っていっぱいいるから、その中には違う人もいるかもしれないけれども、うん、男系男子派が多いじゃないですか。多いですね。明らかに。はい、で、男系男子、それって時代遅れじゃないですか。そうですね。時代遅れでも、うん、票を取るために、うん、男系男子でいた方が都合がいいんですよ。あ、議員としてね。だから、うん、まあ、党として、うん、議員としてというよりも、うん。だから、そっちを押すんですよ。なるほど。それが要するに、そうすると、票が集めやすいと。はい、そうです。それは、うん、あの、この間、朝日新聞が、うん、まあ、暴露というか、してましたけれども、うん、2013年の記事ですけども、うん、なんとか教会っていう、こう、宗教団体がありまして、うん、そちらとズブズブなんですよ。あ、写真出てましたね。一緒に並んでるとこね。はい。見ました。で、なんとか教会の言葉、うん、私実は、学生時代から、割とよく知ってるんですけども、うんうん、どういう団体で、うん、主義主張とか、うん、やり方とか、まあ、壺の売り方とか、結構私昔から調べて、あの、鈴木エイトさんほどじゃないですけども、うん。それで、それと、まあ、自民党が、まあ、癒着してまして、特に安倍晋三さんのとこですね。うん。はい。だからちょっと亡くなってしまったっていうか、暗殺されてしまったっていうのもあると思うんですけど、うん。ね。それで、あの人たちというのは、とても家族を大切にして、で、家父長制、で、男尊女卑なんですよ。あー、なるほど。それで、そちらから、選挙協力をしてもらうために、まあ、高市さんなんて、うん、あの、そっちの議員さんが、20人の推薦のうち15人がそうですからね。うん。はい。で、ま、うん、ご機嫌を取らなきゃいけないわけですよ。うん。だから、男系男子の秋篠宮さんの方を支援してしまうというね、そういうことだと思います、うん、私は。これは私の意見ですけどね。うん。はい。まあ、都合がいいってことね、要するに。そう、自民党としては絶対そっちの方が都合よい。そう。それは票がもらえるからってことね。そう、要するに、だから、うん、産経新聞っていうのはそっちの新聞なんで、うん、そういう意見になってしまう。秋篠宮を大切にしなさい。ということですね。秋篠宮の言いなりになりなさい。ということですよ。なるほど。わかります、うん、はい、うん。これ私の意見ですからね、うん。違ってたらすいません。でも私の意見です。うん。はい。まあ、あの、確かにね、そういう、うん、まあ、あの、これの話がわかりやすいのは、あの、やっぱ、A の宮さんについての批判が多いということですよ。で、っていうのは、要するに、皇室を、あの、誹謗中傷してるわけではないんですよね。そうです、結局。そうです、そうです。うん、他の人のことは別に、うん、あの、美智子さん以外はね。うん、天皇陛下とかを、うん、あの、誰もこき下ろして、あの、卑下し、中傷す、誹謗中傷してる人は、あんま、あの、少ないわけで。秋篠以外は。うん、どっちかというと、愛子様なんか大人気なんだけど、それと片や比較しての A の宮さんは、批判が多いと、いうことなんでね。うん。それで、男系男子がダメというよりは、あの、男であるべき必要はないでしょうっていうので、ね、そこが一番の争点っていうので、ただ男でないと。だから世の中はそうなんですよ。うんうん、でも、あちらの宗教のはそうじゃないんですよ。ああ、はあ、はあ、はあ。宗教の理念としてね、そういう部分があるので、それを譲れないと。はい、で、それが、それが、あの、天皇制の方にも影響してるっていうことね。そうです。ああ、なるほどね。まあ、それは確かにそういう人の話を、あの、もらって、そういう人たちからの、あの、票をもらってる人は、
そういうふうに傾向にはなるでしょうね。つまりやっぱり、あの、男系男子っていうのに、だから、高市さんにしても、コバホークさんにしても、そちらからもらってるので。なるほど。じゃあ、まあ、高市さんはちょっと妥協して、女系も OK かなみたいなこと言ってますけど、多分内心は違うと思います。ああ、なるほど。まあそこら辺ちょっとね、私はちょっと。待ってみたら分かると思いますけど、多分違うと思います、私は。なるほど。まあそういうことで、ということはやっぱり産経新聞のこの社説であっても、はい、その裏に隠れてるものはそういうだと。そう。ただ、営農名家批判されて、で、紀子様がそういう心を痛めてるっていうだけのことではないということで、もっと深いものがあるということですね。そうですね。深いものっていうか、まあ私の推測ですけれども。まあ結局ね、あと、エイチ様が結局東大に行きたいということの話は、やっぱりどこまで行ってもね、それでまあこの、今の営農さんが批判されてる一番、問題点はここだと思うんですけど、エイチ様をどうするかっていうことについて、進学先のことについて。で、まあ、実はこれあれですよね。だからそういう部分で言うと、まあ、やっぱり特権っていうものはどういうかというと、営農家が、指し示す特権っていうことになるかな、簡単に言えば。で、天皇家は意外にもう少し、なんていうんですか、国民に寄り添ってるので、特権を振り回さないですよ、ね。すごい謙虚ですよ、特権というよりも逆に謙虚だと思います、普通の人よりも。そうですよね、すごい。はい。それこそ人権を守ろうとしてる。普通の一般人よりも謙虚だと思いますね。そうなんですよね。はい、ところが、営農家さん、関係さんは、自分たちを守ろうとしてるっていう部分で、これね、一番言えるのはね、象徴としての天皇っていうのはね、まさに、権力をない、天皇には権力はありませんよ。政治のことなんか口出ししないでくださいと。っていうので、絶対権力は使えないから政治のことも話しかできないという一つ離れてるわけなんですけど、これはうっかりすると権力を、まあ今、使おうとしてるわけです。もし東大に行こうとされてるということ。つまりその権力の、が、肥大化すると、うっかりするとそれこそ、それが自分たちの、政治にもつながるくらいの勢い。だからそれが、最初に、赤門さんが、説明の、説明のところに書いてあったじゃないですか。そうですね。それじゃないですか。そうですね。つまり、危惧するのは、一番危惧するのはそこかな。やっぱりその、特権って言う人も多いんだけど、その、大学行くのに特権、この人は特権あるのは当たり前だみたいなこと言うけど、それが、どんどん、ね、肥大化すると、絶対、あってはならない、本当の権力を天皇陛下になった時に使うようになるととんでもないことになるわけで、それはまあ言えば憲法違反ですけどね、憲法にそういうふうに明記してあるわけだから、象徴として位置づけがしてあるんだけど、今の感じで言えばまあ紀子さん、まあそこまではね、そこまではしないと思うけど、でもただわがまま放題はするかもしれないですよね。それだからまあ言えばその一番緩いものではあるけど、でもまあやっぱり権力じゃないですか。ちっちゃい権力だけども、その進学先を、操ろうとしてること自体は、普通の人にはできないことなので、権力の一番最初の第一歩。で、それはみんなだから嫌うわけですよ。で、しかも、被害者もいて、現に筑波の生徒さんたちの親御さんなんかは、かなり憤ってますよ。やっぱり、同じ学校内にいて、権力で入ってきてる人が同じ生徒なんで。で、しかも東大入るときも同じことをやろうとしてるっていうのについては、これは、ね。でもね、私思うんだけどね、その人たち、もうちょっと声上げてくんないかなと思いますね。実際にはね。自分の私たち実は被害者なんですって言って。自分の息子がね、被害を受けてます。そう。で、私たちは実際に東大行こうとしてる自分の息子についても、この人のおかげで、例えばね、推薦枠なんか取られちゃったら。みんなで結託して、一人じゃ言えないと思うんで、30何人とか。そうですね。まあ、それこそ署名の世界ですけど、それこそね、人は数を集めて、ちょっと、
声を上げてもらったらいいくらいのね。逆にこの前のノマドさんなんていうのはその真逆で、なんかそんな人じゃありませんみたいなね、適当な。あ、そんな人いましたね。うん、いましたけど。その人置いといて、うん、その人が本当に実在するなら置いといて、うん、その人以外の人で結託して、うん、だって例えばね、もうまた違う話になっちゃいますけど、小池百合子さんの、うん、あの、地方公共団体の、うん、首長さんたちを、が、私を推薦したから私は、都知事候補として、立候補しますっていうふうに言ったじゃないですか。はい。でもそんなこと私は言ってませんよってみんな抗議したじゃないですか。はいはいはい。首長さんたちが。はいはい。で、それに対する、うん、あの、市民団体が、うん、市民団体がっていうか、うん、同調する、普通の市民たちが、集まって、うんうん、小池栄子さんを訴えてますよね。また決着するじゃないですけど。はいはいはい。あれみたいに、うん。そう。あれみたいにしたらいいと思いますよ、私。うん。なるほどね。そうですね。うん、だから、それは、誹謗中傷でも何でもないですね。実際の、言えば事実目じゃないです。事実ですよ。つまりそれが。そう、だから、私たちが言っても、うん、別に私たち被害者でも何でもないから、うん、その中で、うん、嫌な思いをしてる人たちが、立ち上がってくれたら一番いい。そうですね。うん。はい。やや聞こえてきてるのは、やっぱりその、つくほの、その、実際に、生徒さん、親御さんたちの声が少しずつ漏れてきてるらしくて。でもそういう意味で言えばね、やっぱり、うん、やっぱ明らかに不満なんですよ。そういう特権を使ってるっていうこと自体が。だからまあね、そういうものも、この、なんていうんですか、産経は逆に、宮内庁や政府が、対抗手段としてね、いろいろ反論した方がいいとか言うんだったら、こっちもっていうか、逆に、つくふさんはつくふさんで、うん。だって証拠があるじゃないですか。あるんですよ。一緒にだって勉強してるわけだから。うん。逆に言えばこの人はこれしか学力がないのに、うん。うん、そう。なんか、ひいきされてるんじゃないですかってことですよ。そうです、そうです。それをね、具体的に言ってもらえば、こういう事実があるんですと。で、事実無根だ、無根だ、誹謗中傷だっていうことに関しては、その対抗する手段で、こっちこそ、それを言ってもらった方がいいですね。まあ、だって、偏差値いくつでみんなこう、大変な思いをして、試験を受けて入ってきてるのに、何も試験とかも受けないで入ってきて、学力足りない人で、足引っ張って、ちょっと授業が進まないんですけど、うん、とか言えばいいんじゃないですか。そうですよ。うん。そう。だから、同じスタートラインでね、みんながやったらね、なんかね、一つ席が取られるとか、バカなこと言うですけど、同じスタートで、H さんが、普通に一般入試で入って、堂々とした成績が入ってくるんだったら、誰も文句言わないですよ。それで一つ、落ちても、それはしょうがないですよ。でも、そういう部分がね、だからおかしいんですよ。なんかそういう、バカなことを言う人は。だから、推薦枠はダメだって言ってる話なんで、ね、そういうことの実際に実被害を受けてる人がもう声を上げてほしいですね。そう、本当そうですよ。うん、そうで、そうしたら、うん、だからそうすると誹謗中傷じゃない、なくなるわけですよ。そうです、そうです。本当にその証拠があるから。そう。そうやってね、今回のね、産経の新聞、社説見て強く思ったのはそこの部分ですね。はい、誹謗中傷で事実無根なんてことを大きな声で、はい。いや、これ、私はっきり言って、うん、一番頭きました、その、H さん関係の記事で。そうですね。うん。はい。こんなね、新聞、言っても、大新聞の社説でこんなことをね、ノーノーと言って。週刊誌でもあるまいし。うん、本当ですよ。三流のね、ゴシップ新聞じゃないんだから、あってはならないですよ、こんなのって。うん。最近で一番腹が立ちました。はい、私も。はい。はい。はい、ということで。というところで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。